皆さんこんにちは合同会社 LBJ のハンガイです本日は会議編第5弾ですね4つのポイントのうち最後コミュニケーションについてお伝えしてまいりますで、コミュニケーションはですねまあ、大きく2つの切り口があります1つはファシリテーターのコミュニケーションですねもう1つは発言者 まあ会議の主役たちのコミュニケーションということですそしてそのうち今日はですねこのファシリテーターのコミュニケーションについてお伝えしていくことになりますでファシリテーターのコミュニケーション意識を向けるところが四つありますのでこの一つ一つを動画一本ずつにまとめてまいります一つ目は傾聴ですね二つ目は観察することです三つ目は質問するそして四つ目は伝えるということです というわけで今日は傾聴編ですね。よく聞くことです。傾聴において非常に重要なのは2つのポイントです。1つは内容をちゃんと理解することですね。発言者が何を伝えたいのか伝えたいことを伝えたいようにこちらが理解するということがまず大事です。そしてもう1つはちゃんと聞いてくれてるっていう実感を発言者が持てるように聞くということです。 さあではそれぞれのポイントについてお話ししていきますがまず内容の理解についてですね何を伝えたいのかあということを理解するためのポイントをお伝えします内容をしっかりと把握理解するためにはまずこの事実と本人の意見や気持ちや解釈つまり客観的な情報なのか主観的な情報なのかということを分けて捉えていく必要があるということですどっちかではなくて両方捉えていく必要があるんですが 割とですねこの発言者というのはこれを一色単にしながら事実情報なのかこれが自分の解釈や意見なのかっていうのが分からない状態で発信することっていうのが当然ありますからその何が事実で何がその本人の意見なのかなっていうことをちゃんとこう分けながら聞いていく必要があるというわけですね。そして「よう分からんな」っていうところに関しては質問をしていくということになります。そして ここでもですね役に立つのが 5W3H なんですけれども事実情報に関してはいつどこで誰が何をなぜそしてどのようにしたのかということがやっぱり事実情報を確認する上では役に立つわけですね。この 5W1H というものを頭に置いておくとあこの情報が漏れてるなあだからあ確認する必要があるなってことが分かっていくわけです。 そして事実情報が確認できたら本人の気持ちや意見というものを聞いていくことができるわけですね。えー、何を考えているのかどういう意見を持っているのかこれも「How」なんですけれども「How do you think?」「あなたはどう思ってますか?」「あなたの意見は」とか「えー、ど,どんな気持ちなの? Uh,」「How do you feel?」ですねという2つの「How」を使って相手の主観を聞いていくことができるわけです。というわけで内容の理解に関してはこうやってこの 5W1H ですね これを頭に置きながらあ、しっかりと情報を理解していくということになりますさあそして2つ目は話し手があ、この人ちゃんと聞いてくれてるっていう実感を持つことが大事なわけですやっぱり話し手っていうのは自分の話がどういうふうに伝わっているのかということが不安になっていきますしそして聞き手がどういうふうに聞いてくれているのかということにものすごい関心興味を持っていますなので とりわけその影響力の強いファシリテーターがどんなふうに聞いているのかというのはやっぱり関心が高くなっていくわけですね。でファシリテーターがいいか減に聞いているとですねあこのファシリテーターは信頼できないなあみたいな状態にもなっていってしまうわけです。なのでファシリテーターは発言者を尊重しながらですねもう聞いてるよってことがわかるように聞いていくとあ耳は聞いてますよっていう話じゃないってことです。 ちゃんともう全面的に聞いてますよっていうことが相手に分かるように聞いていくと。でそのためのポイントコツを4つほどお伝えしていきます。1つ目はうなずきあいづちです。これは「聞いてますよ」のサインを送るということです。うなずきっていうのはこれですね。このうなずきというのは相手の視覚に入ってきますから「うなずいてくれてる」ってことは「聞いてくれてるな」ってことが目で捉えられていきます。そしてあいづちっていっうのははここでは 聞いてますよの短い言葉を使ったサインなわけですね。あはいとか「ええー」とか「あなるほどね」とか「そうなんだね」とかというわけでこの「相づちうなずき」を使って聞いてますよということをまあ合図していくと。そして2つ目はアイコンタクトです。でこれもですね少しポイントがあってこうやってしゃ、えー、に構えながら目だけ見るとですね やらしい感じというか疑いの目みたいに見えてしまうことがあるわけですね。なので顔であったりとかできれば体も相手の方にしっかり向けながら目を合わせていくと相手はですねあなんかこう安心して、えー、ちゃんと受け取ってくれているなということを感じ取ることができます。これは何かというと相手が言ったこれ重要だろうなって思う言葉を繰り返しこちらから言うことです。 例えばもうこれはもう単純なんですけれども「いや私野球好きなんですよね」って相手が言ったら「あ,あ野球ね」っていうふうに繰り返すというやり方です。いや私仕事で大事にしているのはもう行動力なんですよねって言ったら「あ,あ行動力ね」ということです。言葉を繰り返されるとちゃんと聞いてててくれてるんだなっていう実感がよりり強まりますというのもですね相づちうなずきっていうのは実はあの話聞いてなくてもやれちゃうわけですね。 話の切れ目でふんととかへーとかですす。ね、ややってるとやれちゃうわけですでもキーワードの繰り返しは話を聞いていなければ絶対にやれないのでそれゆえにああちゃんと聞いてくれてるんだなってことが感じ取ることができるわけですね。で4つ目ですが確認ですね。相手が話をしたことについて私が受け取った理解したことをちょっと確認させてもらってもいいかなということですね。 が一致していくわけですねこの要約であったりとか確認の時のポイントなんですけれども二つあってですね一つはできるだけ相手が使っていた言葉をそのまま使って確認すると要約をしていくということですなんか似たような言葉に言い換えたくなっちゃうんですけど言葉のニュアンスって人によって違いますからそうすると微妙に違うんだよなっていうふうに思いながらも 微妙に合ってるのでうんまあそうですみたいな感じになっちゃったりしますでも本当は違うって言いたいみたいな感じになってしまうのでできるだけ相手が使っていた言葉を使おうとそして二つ目は順番ですね相手が話していた順番通りにまあ要約をするとこれ単純に話の順番が変わってしまうとストーリーそのものが変わってしまう可能性があるので相手の順番を尊重しましょうというわけですね というわけで聞き方の相手がですねあちゃんと聞いてくれてるなって思えるような聞き方としてポイントは4つ挙げましたうなずき相づちアイコンタクトキーワードの繰り返し要約を適切にすることとさあというわけで本日は傾聴のポイントをお伝えしてきましたあ改めて大事なことは内容の理解ですねそして相手があちゃんと聞いてくれてるメンバー発言者が 自分の意見をちゃんと聞いてくれてるなというふうに,分かるように聞くことでした。しっかり聞いていくとですね発言者は安心してそして発言できる雰囲気も高まっていきますから是非ですねファシリテーターはもう最高の聞き方をしながら会議の雰囲気を作っていってください。ということで本日はファシリテーターのコミュニケーションの中の第一弾として「傾聴」をお伝えしてきました。次回は観察ですね。 というわけで、本日はコミンテあ終了していきます。皆さんご視聴どうもありがとうございました。